グ88は1888年にドイツ帝国で開発されたボルトアクション式小銃である。グ98とカル98キロの直径の先祖である。ドイツ軍の小銃としては珍しく、モーゼルが直接関与せず、ドイツ小銃試験委員会が開発し、ほとんどがドイツ帝国造兵省で作られた。そのため一般に委員会小銃とも呼ばれる。 19世紀後半にフランスの科学者、ポールビエーユによって実用化された無煙火薬の発明は、直ちに黒色火薬を使用する大口径の小銃をすべて時代遅れの存在とした。それまでドイツ帝国では、口径11ミリメートルの黒色火薬を使用する単発式のモーゼル M1871 を採用しており、1884年には、 モーゼル M1871 を艦上弾層連発式に改良したモーゼル M1871-84 を採用したばかりだった。しかし、フランスでは1886年に世界初の無塩火薬を用いた艦上弾層連発式小銃であるルベル M1886 を開発、採用し M71-84 は わずか2年で旧式化してしまった。遅れを取ったドイツはフランスに歩調を合わせるために、ドイツ小銃試験委員会を組織し、その設計による無塩火薬と、フランスの8ト、mm、ル5 0レベル弾に反を取った7 9 2ト、mm、ル5 7イ弾、アイは、不評の意味。円筒弾。88年式実報 M88 を使用する。 新型小銃の開発に着手した。しばしば本銃は、モーゼル小銃と誤解されるが、グ88の前後に開発された小銃と異なり、この小銃の開発はドイツ小銃、試験委員会によって行われ、その開発と生産に、パウルモーゼルあるいはモーゼル社は、一切関わっておらず、モーゼル社は、ドイツの主要な兵器生産企業のうちで、 グ88を生産しなかった数少ないうちの一つだった。グ88は専用の銃剣を持たず、モーゼル M1871-84 の銃剣が流用された。この小銃にはカル88と呼ばれる、騎兵銃型もあった。1898年には後継であるグ98が、ドイツ帝国の正式小銃として採用された。 改良された後期型のゲベール88-05とゲベール88-14は第一次世界大戦終了まで使用され続けた。総計で167万5000から180万1000兆が生産された。この数字には、騎兵銃型のカル88と、その派生型であるグ91も含まれるが、ほとんどは不標銃型のグ88と、 その改良型で占められた。各国の軍用小銃の外観図と機関部構造図。5と6がグ88であるナミビアで発見されたグ88、用の薬莢かつて、ドイツ植民地防衛隊が用いたもの。グ88のボルトアクション設計はいくつかのモーゼルの特徴を持つマンリフェルの改良型とされているが、それをモーゼルと呼ぶのは不正確である。 実際には、G88 の重心とライフリングは、フランスのレベル M1886 小銃の模倣であった。G88 の重心には、薄い後半製性のバレルジャケットが取り付けられていた。これは、重心が直接、重傷に接触するのを防ぐことで、命中精度を出すことを意図したものだが、隙間に、水が溜まり、サビの発生の原因となった。 またバレルジャケットの取り付けが甘く、射撃精度に悪影響を及ぼした。カル88は、バレルジャケットを省略して、市販のスポーツ用ライフルのものに似た、異なった、ボルトハンドルを利用していた。グ88は時々、モーゼル M88 と呼ばれるがそれは正しくなく、本銃の本質は、マンリヘル小銃の設計に基づいていた。 ドイツは、シュタイヤーマンリッヒャー社からの特許侵害のクレームを解決するために、G88 の製造メーカーの一つになるように、オーストリアの会社と契約した。エンブロック式装填機構は設計上の欠点だと証明されたが、今日でもそれを保有している G88 に出会うことは、珍しいことではない。それらの G88 のいくらかが、 具98で使われていた相談クリップが使用できるように機関部の左側に親指がはまるスロットを削ることと機関部の先端にクリップ用ガイド庫を加えることによって改良された。小銃の底のクリップ排出口は薄い後半の板で覆われている。後に設計された多くの小銃と異なって具88のボルトヘッドは ボルト本体から取り外すこ,とができたこの部品は分解整備の間に頻繁に紛失した。さらにボルトについているエジェクターとエキストラクターの両方が分解と再組み立ての間注意しないと脱落する傾向があった。この銃の問題点はライフリングに発射の際に出る金属カスが付きやすいのが欠点であったため技術者の改良により 戦場をわずかに深くすることにより解決したとされる。ドイツ帝国軍が採用し使用したほか、防和戦争、第一次世界大戦でも使用された。第二次世界大戦末期には、兵器不足から、兵器庫に保管されていた G88 も引っ張り出され、国民突撃隊に支給された。ありがとうございます。